こんにちは。今日は少年隊を紹介していきたいと思います。ああ、君だけに。ああ、君だけに。ああ、巡り合うために。ちょっと、その無理のある下手な歌で登場してくるシリーズやめてくんない？それは自分でも思ってるのぜ。うぷ主も時間かけた割に仕上がり最悪ということで今回で最後にしようと思ってるみたい。じゃあ、誰も得しないことをやってただけじゃん。はいってことでこのシリーズはやめましょう。さあ、今日は少年隊のことをやっていくんですが、正直ほとんどわからないです。仮面舞踏会と君だけには知ってますけど。そうだな、でも君だけには口ずさんだりすることはあるぜ。そうよね、あの指パッチンが印象的よね。ここまで指パッチンを目立たせた歌手は少年隊だけじゃないの？指パッチン歌手、キングオブアーティストだな。指パッチン協会の殿堂入り歌手でしょうね。芸人部門ではあの、誰だっけいたわよね。お寺か何かの住職になった人。ああ、ボール巻さんだぜ。あ、そうそうよく覚えていたわね。指パッチンを綺麗に大きな音を出せるように特訓してる時によく見てたんだぜ。そんなことを人知れずやっていたのね。でも、できたからといって、ほとんど役に立たないぜ。まあマジシャンにでもなれば役に立つからよかったんじゃない。無理からの慰めありがとうだぜ。では、少年隊やっていきましょうか。あのデカメロン伝説とかいうあの曲は一体何なんだ？そうよね、あれは何？なんか深夜番組のオープニングテーマとか思っちゃうわね。そうだぜ、ちょっとエロネタなんかと思っちゃうぜ。でも今日はそこに触れてる時間はないので、少年隊のまずはどうやって誕生したのかを軽く紹介して、それから人物の紹介をやっていくわね。はいよ。では、少年隊とは、錦織一樹よ、上草勝秀、東山紀之の3人から編成されています。この少年隊という言葉はもともと今で言うジャニーズジュニアのことで、昔は研修生のことを少年隊と呼んでいました。へぇ、ってことは結構適当につけられた名前をそのままグループ名にしたってことなんだろうな。そうね、でもジャニーズのグループ名って結構、へぇっていう名前が多いわよ。まあ、そうだな、関西坊やからキンキキッズ、近畿に住んでる子供はみんなキンキキッズだぜ。確かに、その当時は今で言うジャニーズジュニアも2、30人しかいなかったみたいね。そんなに少なかったんだな。で、その中の4人で最初は活動をしていたのよ。でも東山さんが高校受験で活動を一時休止で、3人でしばらくは活動してたみたいね。その誰かわからない、もう一人は誰なんだ？松原康之さんっていう人で、この人はでも結局は脱退してしまうのよね。その理由がドラマの3年 B 組、抜き八先生に出演が決まって、スケジュールが合わずで、脱退することになったわね。なんだその抜き八先生って、金八先生のパクリか？さあ、自分も全然知らないわ。調べてくれないのかだぜ。そんなことをやってたら、全然先に進まないから気になる人はコメントにでもよろしくお願いします。で、その人がドラマで抜けたのと入れ替わりで東山さんが高校受験終わりで戻ってくるのよね。そのドラマで抜けた人は人気が出た少年隊をどう思ってたんだろうな。これは結果論だから、しょうがないけど、まあもったいないことになってしまったわね。まあ、そうだな。結果論であってその人にスター性があれば活躍してたってことだな。そうね。運というのも大事だろうけどね。さあ、そんなこんな3人で少年隊でデビューです。そしたら、一人ずつメンバーを紹介していくわね。よっしゃ、紹介してくれ。まずは、錦織一樹よさんです。錦織って呼び方も昔は漢字を見たらそう思ってたんだけど、最近では錦織って漢字を見ると、錦織って法に脳内変換されるようになってしまってるぜ。そうね。不思議なものよね。最初は錦織ってなんて思っていたけど、今じゃあ、錦織ってなってしまってるわ。で、まあその錦織さんは1965年5月22日生まれの56歳。血液型は O 型。相性は日記。で、イメージカラーはレッドだそうです。しかし、めちゃくちゃ男前だな。男前すぎるぜ。そうなのよね。なんかどこぞの国のスターって感じでもあるわね。ほんとだぜ。こんなにかっこいいからにはさぞ美人な奥さんがいるんだろうな。そう誰でも思うわよね。ところが結婚はせずに独身みたいなのよね。へえ、こんなに男前なのにな。まあ、結婚はせずとも誰かそういう人はいるんでしょう。多分、知らんけど。でもこの画像面白いわよ。いやー、めっちゃ頭がボンバーヘッドになってるな。これはどうしちゃったんだぜ、だな。毛量が半端ないとしても、セットしてないのかな？頭の上で鳥を飼えそうだぜ。しかもそれに加えて、なぜに裸？坊主もよって感じでどういうシチュエーションや。いやー、面白い一面よね。質
かし、最近動画作るために昔のアイドルの画像をよく見るけど、髪の毛のボリュームを多く見せるのがいい感じだったのかな。さあ、そんな少年隊も解散はしてないみたいだけど、錦織さんと植草さんはジャニーズ事務所を退所なされてるので、少年隊という名前は、残っていても実際のところは解散みたいなものだと思われます。ふむふむ、なんか大人の事情的なことを感じるぜ。まあ、そんなこんなで錦織さんも今じゃ、56歳になってるので、時系列で画像を並べていってみましょう。ちょっと正確な時期はわからないので、見た目の雰囲気で並べています。いやー、男前だな。しかし、髪型があるんだろうかわからないけど、昔の画像を見るとやっぱりどこか。ちょっと言い方は悪いかもしれないけど、どうしても古臭い印象になってしまうんだが、日記は普通に見れるな。多分男の人は化粧がないから、そこまで違いが出ないのかもしれないわね。女性の方は髪型、化粧があるから今見るとどうしても、ちょっと違う感が出やすいわよね。なるほどな、そういうことだな。お、これも日記なのか？そうよ。一瞬違う人かなって思うけど、よく見てると日記なのよね。なんとなくガクトにちょっと似てるような気がするぜ。あ、違うか。まあ、どっちもかっこいいということね。そういうことだぜ。お、今度はシンプルに髪が短くなったな。そうね、年もいい感じに取ってきてる感じがするわよね。そうだな。元の顔が男前だから、年相応の仕草とかが出てきて、さらに男前になってくるんじゃないのかだぜ。お、これは、そこそこ、来てる感じがあるな。でも、いい感じに年を取ってる。って感じでこれはこれでかっこいいぜ。何よその来てる感じって、そんなところを突っ込んでくるんじゃないぜ。男なら自然なことだぜ。まあ、そうね。失礼いたしました。まったく頼むぜ。こういうのはしょうがないことだし顔が男前だから、短髪も似合うしで素敵だと思うぜ。そうね。ってこれどうなっちゃってんのよ。おっとこれはどうした？なんか目が疲れてきたかな？これは、あれだな、これ画像だぜ。そうだ。後頭部どうしちゃったんだぜ。どうしたんだ、ニッキー。私のニッキーが。めないな。今、気を失っていたぜ。私もちょっと気を失ってたみたい。なんかとてつもない衝撃があったような。何をしてたんだっけ？確か、画像を見てたと思うのよね。そうだよな。ちょっと、なんと申し上げましょうか。これはさすがに。まああれだな。単発の髪型が似合ってると私は思うんだぜ。そうよね。そうだ、若い頃の画像が見たいんだ。霊夢若い頃の画像出してくれだぜ。ちょっと、うぷ主に頼んでみるわ。いやー、ちょっと、若い頃で全然かっこいいんだけど、この汗、輝けって誰に向けた雑誌なんだろうな。ほんとよねー。さあ、そろそろ時間が長くなってきちゃったので、この辺で少年隊の特集は終わろうかしらね。もう終わりなのか？ほとんど日記だけだったのぜ。てか、個人の紹介は日記だけだったのぜ。そうね、全員やろうと思ったんだけど、日記にちょっと時間を割きすぎて、時間が来てしまったわ。まあ、今回日記のかっこよさを知れたからよかったか。少し、変なところもあったけど、それはそれで面白かったぜ。そうよねー。ってことで今回は中途半端ながら終了したいと思います。少年隊も再生数、グッドボタンがいい感じだったら続編を作成してみようと思います。前の光源氏の時もそうだったぜ。やっぱり見てくれてる人が楽しんでくれる動画を作れたらと思ってるので、あまり評価が低い動画は作るのをやめておこうと思ってるのよね。でも、何がいいのかはわからないのでちょっと試しに作成しています。さあ、そしたら前回の光源氏の動画も作成しないとね。ってことでもしよければ、チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、コメントなんかもよろしくだぜ。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。Thank you.